JR 天王寺駅班はホームした。ここに通路があった時の情報、お持ちの方、お待ちしております。こんにちは、関西クロスニュースです。今週はご覧の内容でお送りいたします。はじめにプレスリリース情報です。近江鉄道駅メモシリーズコラボキャンペーン開催。近江鉄道では駅メモに登場する妖怪地ゆかりを公認キャラクターとして認定します。それに伴うコラボキャンペーンで、開催期間は2月19日から9月30日までです。内容は、駅メモのデジタルスタンプラリーと、コラボ記念フリー切符、コラボグッズの販売などです。乗り放題フリー切符は限定3000枚の、1800円です。妖怪地駅窓口にて提示すると、コラボ限定オリジナルホログラム入りポストカードが、2枚もらえます。コラボグッズはクリアファイル2種類、等身大アクリルスタンドフィギュア、レザーキーホルダー2種類の5つがあります。機関銃は901号車にコラボ記念ヘッドマークが掲出されます。阪急、神戸三宮阪急ビルが4月26日に開業。阪急神戸三宮駅高架下とビル東館を合わせた施設を神戸三宮阪急ビルとして開業します。上層階はオフィスと209室あるホテル、レムプラス神戸三宮が入り、3階より下は阪急オアシスや、ファミリーマート、スターバックスなど、ご覧の店舗が入るとのことです。嵐電、嵐電×京都精華大学、ギャラリー電車の運行。今年で5年目となる嵐電と、沿線地域の魅力を学生目線で捉え直し、お客様に乗車中の時間を楽しんでもらいたいと、制作した広告作品を展示した電車が2月3日から23日まで走っています。今年は今日の私は、今日の人というキャッチコピーで制作されました。京阪、NMB48 メンバーとひらパーバーチャルデート体験。3月12日から6月27日までの間、全32種類の VR デートができるイベントが行われます。通常ランダムストーリーは1回400円、ストーリーを選択する場合は800円で楽しむことができます。取り下ろし限定コラボフレームのプリントシール機は1回800円です。またフォトスポットなどもあります。JR 西日本、嵯峨野線、千代川駅バリアフリー設備、東口、の、供用開始。2019年8月から進めていた工事が、完了し、2月11日から千代川駅東口スロープの、供用が開始されます。なお、東口は2020年3月に供用開始済みで、駅の外からはバリアフリー化が完了していますが、乗り場をまたぐ跨線橋は階段のみです。続いて、お得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは、JR 西日本の E5 予約専用、記念スーパーはやとく21です。この切符は、山陽九州新幹線、相互直通10周年を記念して、E5 予約で購入できるはやとく切符です。発売している区間は、新大阪、新神戸から小倉、博多、熊本、鹿児島中央の各駅です。新大阪から小倉、博多、熊本は1万円、鹿児島中央は1万2000円で、最大1万円お得です。
ただ購入できるのは乗車日の1ヶ月前から21日前までなのでご注意ください。特典として熊本、鹿児島中央着の切符を利用するとレンタカーが1日4000円で安く利用できます。最後に N ゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのはグリーンマックスから2月5日に出荷されました JR103系3500番台ワンタン線グレー台車2両編成セットです。この103系は1998年にワンタン線が電化された時に投入された車両で、105系のように形式変更は行われなかったワンマン化改造車です。現在、ワンタン線では9編成が運用されています。ワンタン線では朝ラッシュを除きこの103系が基本的に使用されています。昨年あたりから京阪神地区で行われている台車のグレー塗装化を受けて、この商品もグレー台車となったものを製品化しています。車両番号は動力付きのものが3500に、動力なしのものが3504となっています。価格は税抜きで動力付きが13900円、動力なしが11100円です。今週もご視聴ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。以上、関西クロスニュースでした。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマは、JR 天王寺駅、阪和ホーム地下道です。冒頭でも紹介しました、この地下道についてです。この通路は大阪環状線が、上等線と呼ばれていた、1948年から1953年頃に、お客様乗降用として使用されていたものだったようです。当時20歳ぐらいだった人は現在90歳前後になられている方なので、使用されている時の写真とか出てきたらいいなぁと思っています。現在の阪和ホームの7、8番ホームと5、6番ホーム下に通路があったらしく、よく見ると現在も照明がついているので何かしら使用されているのだと思われます。何か詳しい情報をお持ちの方は動画のコメント欄か Twitter にてお待ちしております。